桂竹千代です。チャンネルです。さあ今日は私兵庫県の西宮市に来ております。今ちょうどですね西宮恵比寿亭という寄席があります。これ月亭方正兄さんが方正師匠が一昨年ぐらいですかねオープンした寄席小屋でございまして、そこに方正兄さんの紹介で出させていただくことになりました。昨日大阪公演だったんですけど、今回この兵庫西宮でやらせてもらった。で今ちょうど終わったところです。終わったところでせっかくなんで、まあ恵比寿亭の紹介を千代ちゃんでしてなかったなということでさせてもらいましょう、ね、はい、こちらですね阪神西宮駅からもう歩いて3分ぐらいのところにあります。非常にいい立地のところにございます。非常に何でしょうか、周りは閑静な通りなんですけども、向こうが駅ですね。はい、もう一本道、非常に分かりやすい道も、はい、ここが恵比寿亭でございます。あ、この提灯に書いてあるかな、恵比寿亭ってね。あ、提灯に書いてますね、恵比寿亭でございますね。非常にねキャパシティもちょうどいい勉強会にところです。まずこうやってチラシがありまして、これレアグッズと書いてますよね。このガチャガチャ方正師匠の先生や手拭いとかがグッズが当たるということになってます。1000円、確か1000円じゃなかったこれ。これ値段書いてないね。あ、1000円ですね。闇鍋ガチャガチャ1000円です。これ僕2回目なんですけど、今回前回行った時に前のその前が広島だったんですよ。広島から入って広島の会場に扇子を忘れてしまったんです。もう話かろう重要なアイテム、扇子忘れちゃった。でその扇子をどうしようってしてて、そしたらこれを見つけたもんですから ここ来て、え、あ、扇子当たるんだと思って、扇子をかけて1回1000円投入してガチャガチャしましたよ。当たったのは手の上でした。誰、確か誰だっけな、文之進さん、文之進さんの手ぬぐいが確か当たったんだな。うん、方正師匠でもないんかいみたいな。他の方のも入ってるんだね。まあ、これは、まあ、センス高いからね、これ当たりってことだったんだろうね。まあ、文之進さん外れてることじゃないですけどね、うん、当たらなかったので結局方正師匠のお弟子さん流星さんって方が来られてたから、流星さんに扇子借りてやりましたっていう話でした。はい、そんな流星さんもねもう年季明けになっておめでたいことでございます。さあ入ってまいりましょう。こちらお客様はここから入ってきますね。非常にこれ綺麗、はい、これぐらいです、ね、ここ割り立てだから今日のお客様の人数がこれで分かってしまうという感じですけどね。このような座椅子になってるわけですね。いやー綺麗ですね、まあ、できたばっかりですから向こうにお寺へがあるぞということ。まあ詰めたらこれ30人ぐらい入るんでしょうかね。で鉱山はこちらです。鉱山ね、非常にアットホームな空間よね。めくりまで書いていただいてる、ありがたやですよ、ね、非常にやりやすい、もいいお客様ばかりでした雨の中ね。はい、今日のやったいもがこちらですね。このように掲示もできるよと、天式聖徳太子佃祭りとさせていただきました。昨日の大阪の会にお見えの方もいたんでね、昨日とネタを全部変えてやったよということです。さあここからじゃあお客様は見ることができない楽屋の方にもちらっと潜入してみましょう、ね、さあ隣が楽屋になってますね。こう太鼓もありますけど、この上ですございます。楽屋も綺麗だ。はい、こちらは楽屋でございます。まあちょっと私のあれが右捨ててありますけどね。なんか正直会場よりも楽屋のが広いんじゃないかってぐらい広いです。楽屋広いです。てかこんな広いのないよ普通。このぐらいの30ぐらいのキャパの会場でこんなに広い楽屋ってないですよ。いや楽屋が広いのやっぱ嬉しいよね。たまに僕なんか楽屋なしで外で着替えたりもしてるぐらいの人間ですから、もう持て余しまくりますね。
キッチンみたいなものあるんだから。てかここで暮らせます、正直。キッチンも暮らせる、ここで。なんかあります、このビールの缶とかありまして、だから飲んでますね。ほんでトイレね。ああそう、神田西宮神社が近いですから、すぐそこ、恵比寿様の総本宮、西宮神社すぐそこ、歩いても3分のところにありますから。ああ非常に神様にも守られている感じですよね。あ、なんか八方師匠、法政師匠の師匠である八方師匠から、法政ええ加減、いいですね、この一言、たまらない。これがネタ帳ですね。この法政さんの小屋にね、松本さんがいらっしゃるっていうのが絆を感じますね。これネタ帳ですね。いろんな人がやってます。私は2回目なんで、今これからここに書くところですけど、まあやっぱ髪型の方が中心になってますよね。あ、これスケジュール書いてますね。ここにスケジュールが、今日の私の会はこの竹千代2時からとなってます。結構まあ土日も空いてたりして、まあでも結構埋まってますね、やっぱね。いや若手の勉強がぴったりのところなんで、これはみんな使わせてもらえ、結構の法政省のねご厚意で、結構前リーズナブルでね芸人にお貸しいただいてるんで、非常にありがたいことございます。はい、そんなわけで私は米助チャンネルでも紹介してない、こういう地方のね寄席小屋を紹介しますよ、千代チャンネルは。ヨネスケ氏、機動力が売りですから、とにかく機動力が売り。私はもういろんなところに出没してますんで、今日は兵庫県の西宮市、恵比寿邸のご紹介でございました。さあ皆さん、恵比寿邸にまた来てねー。